どうも、AD 藤本です。どうも、マサです。あ、いいっすね。いや出ましたよ、初めて人のチャンネルに。あ、初めて？初めてですよ。おぉ、記念すべき。今をときめくマサくんですよ。マサくん、出てくれました。もうねぇ、もう出てますよ、マジ。これマジですからね、これ。仲いいですから、だけですから。はい、ありがとうございます、のみやって。はい。っていうのを、今回動画回してるのは、6月の12日に開催される、フジヒル。はい。二人で行きます。行きます。マジですよ、これ。何日でしたっけ？行くんだから。ちょっと話聞いてないですよ。6月12日よ、6月12日。あ、12が当日、あ、了解です。うん、あ、了解です。で、前日ね、6月11日かな、はい、もうなんかこう、ブースみたいなのが出るらしいんですよ。はい。で、そこに僕ら行きます、それも。はい、行きます。はい。で、どこにいるかというと、まあもう毎度馴染みみたいになっちゃってるんですけど、カルパーのブースに2人いるんで、はい、ぜひ来ていただけたらなと思います。はい、で、6月12日はもちろん2人走ります。走ります。はい。だからね、すれ違った時とか、声かけてもらえたらマジでお願いします。嬉しいかな。マジかよ。わしし。いや、ガヤ飛ばしてほしいなと思って。ああ、ガヤをね。そんなありがたことないですからね、選手として。ああ、そうか、はい。プロ選手ですもんね。一応選手やらせてもらってるんですね。目標は？目標は AD 藤本さんを。殴るってこと？いやいや、足で。足でか、実力で、はい。実力で。はい、あの、フジヒル、フジヒルってみんな言ってますけど、正式名称知ってます？フジヒルは。フジサンヒルクライムじゃん。富士山ヒルクライム？あれ違うんすか。マウンテンなんとかじゃないかな。あ、知らないじゃないですか。え？僕も知らないですよ。え？まあテロップでも今出てると思うんですけど。あれ、正しいのはここに出てます今。はい。ということでね、はい、だや。でも行きますっていう告知。はい。とまあ11日何するかですね。あ、そう、11日ね。はい、せっかくね僕ら行くんやったら、はい、いるだけってのもねなんかあれやから。うん、何か、はい、ブースで、うん、まあ、どうせやったらね、もう僕らやっぱお会いしていただいて、実際にね、でそこで衝動で振りたい、もうね、心からフリーやけどね、もう心打たれてもね、その間やったらもういくら写真撮っていただいても、まあ、一緒に写るももちろんですし、動画回していただいてもね、何していただいても構いません。まあ、ただでも混雑してたらちょっとね、譲り合いの気持ちで。なるほど。それだけお願いします。だからリクエストがあったらポーズとか撮りましょうか。そうですね。もうできる限りは答えていきたいと思ってます。こんなマジでマジで。なかなかまあそのあ、どこで打つか、静岡ですか、山梨ですか。いや、それも知らんのよ。ひどいひどいこれ。まあ、あのなかなかね、中部地方に行くと思う。そうそう、で僕らめちゃくちゃ何わっこやから、はい、大阪人なんですよ、これ見ていただいてる方分かると思いますけど、僕も藤井寛出るのが初めてなんですよ。あ、僕もですよ。あ、まさくんも初めて、はい、あ、そうなんや。だからもうね、楽しみでしょうがない。楽しみですね。でもマジで、まあ、なんやったらね、ちょっとね、もう僕ら2人大阪人ってことで、まあ、大阪でちょっとねブイブイ言わしてるところもね、ちょっとあるんですけどね。僕はブイブイ言わせてないけどね。一番ブイブイ言ってます。YouTube で一番ブイブイ言ってるのはこの人ですから。一番、いや、自転車界の YouTuber で一番ブイブイ言ってるのは藤本さんですよ。いやいやいや。で、それでだからね、はい、やっぱ実際行って、でも中部地方ね、まあちょっと静岡か山梨かちょっと知らないですけど。いや、長野って可能性もワンチャンないの？なんで長野で藤井寛すんねん。だから、まあ、そこ行ったらね、もしかしたらもうね、その正直フリータイムとか言ってるけど、誰も来らへんみたいな。いや、あり得るよ。あり得る。だからそうなったとき、逆にですよ。もう来てくれたあなたがもう2人、そうです、2人もてなしますよ。もてなしますよ、マジで。あと毎度のごとく僕いつもノベルティ的には持ってってるんですよ。なるほど、なるほど。だからそれなんかもちょっと楽しみにしてもらえたら、うんうんうん、前回のサイクルモードの時はブラックサンダーをね持ってったんですけど、まさくんの分のノベルティも準備しておくね。確かに、なんかね、ちょっと、はい、いつ何か書けるか。あ、ね、サインなんかも、はい、ありますか、サイン。あ、一応書きます。はい、書きます。僕のでよければ書きます。あ、もらいます。1枚何個で？0円です。0円です。ありがとうございます、本当にもう。いえいえ、ありがとうございます。はい。まあ、ということで、今回の動画は、フジヒル行きますという、それだけの、それだけの動画でした。どうも、AD 藤本ですって、これやりたかったんですよ、これを。考えたんですか、自分で。これ家で一人でなんかお風呂とか入ってる時なんか。いや、そうですよ。何十万回と繰り返された、この。このぐらい。そうですね。登り、登っていくって。そう、登っていくからね。登っていく。まあまあそういう感じの動画でした、はい、最後まさくんから何かあれば。僕はですね、何もありません。僕知らない方はですね、よかったらYouTube の方も知ってるでしょ。いや、知らない方もいっぱいいると思うんで、まあよくね、あ、てかこの形で出てないんで、僕のチャンネル見て別人とは思わないでください。僕はヘルメットとかね、上着てる状態の僕なんで、この状態の僕。はい、ということで、はいはいはい、最後、もちろん今回オチもありますので、オチの部分まで見ていただいて、よかったら、高評価ボタン、チャンネル登録ボタン、あとはその他もろもろいっぱいあるんで、お願いします。お願いします。さよなら。
はい、すいません。ちょっと待って、はい、もうこれ、やっぱガチっすよ。腕上げてもらって、もうまくってもらって、AD フジョンさんも。腕まくって。まあ、まずはね、富士昼前にね、こっち側でね、腕の対決で。はい。はい、オチ思いつかなかったんで、もう普通に腕相撲をやります。何が出たきれやん、ほんまに。この腕相撲で負けた方が、今後、絶対的服従になるって感じです。負けた方は。あ、まあまあまあ、服従させてありますよ、俺が。はい、レディーゴーいや、これいいオチじゃないですか。さよなら。いいオチじゃないですか、これ。さよなら。